アローこんにちは、ニハオ皆様、マスティクのアットキでございます。本日もファイトリーグやっていきましょうということでですね、本日じゃない、昨日、テックスメックスのキャラクターたちがファイトリーグの方を参戦してくれました。アニメで大活躍中の、スパナ、ゴールドブラッド、そしておじいちゃん、おじいちゃん本名は何だっけ覚えてないが、新しく出てきてくれたということでね、早速こちらの方を使っていきたいと思います。ちなみにですね、前回あの大爆死のガチャ動画を上げたと思うんですけど、あれがなぜか、まああれのせいで僕100個しかあの後頑張ってファイトマネー貯めてなくて引いたんですけど、まさかの10連で全キャラ当たるっていう奇跡が起こりましたのでね、早速、こちらの方を使っていきたいなと思います。はい、というわけで今回出てきたテックスメックスの、キャラクター一部紹介さ一部というか全員紹介させていただきます。まず、デッキの主軸となるのが規格外の天才ボルト、まあレンチのおじいちゃんですね。こちら登場すべての味方の、スパナの攻撃力200アップで、このスパナの攻撃力を200アップっていうのはどういうことかっていうと、スパナの方をねリーダーに配置して、リーダーの攻撃力を上げ続ける、おじいちゃんとして働かせています。でスパナの効果が、自分の縦前方1列にいる全ての敵に自分の攻撃力分ダメージという感じで、まあじいちゃんの効果1回でも使ったら攻撃力が200上がるので、攻撃力400が、まあ、400ダメージが前方にいる敵、まあこれメンバーリーダー全部含めですねに飛んでいくっていう構図になってます。でさらにもう一体のテックスメックスのメンバーである、ゴールドブラッドが、手番が終わるまで全ての味方の、まあ要はこのデッキのコンセプトだとリーダースパナのアーツを長者にアップして、まあ昔のあったマリリボンみたいなことができる感じの戦い方になってます。はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで対戦相手の方よろしくお願いします。手札はな、正直な、微妙だな。いいね。微妙だね。じゃあ、やっていきましょう。先手の手札をもらおう。はい。なるほどね。相手のデッキどうやら、バイスかな？まあ、ドリランドリーは最近なんかいろんなデッキに出張できるから、まあ、一概に簡単にバイスって一言で片付けたら、ダメなんだろうけど、とりあえずバイスだと予想していきましょう。じゃあ早速、ゴールドブラッド使っていきましょう。登場、手番が終わるまで味方のスパナのアーツを長者にアップ、アーツを8つに増やす。まあリーダーなのでアーツを増やしてリーダーでも殴るみたいな構図になります。で殴ると400ダメージ。お、いいね、取れたね。顔面取れたっていうか、クリティカルで取れたんだったら6番配置の方がいいのか、バイスの苦手な圧的には。まあでも9番に結局出されちゃうから、こっちにしよう。で、ボルトを出して攻撃力を上げる。ただ、手番終了で終わっちゃうので、あのゴールドブラッドの効果がね、手番で終わっちゃうので、とりあえずこれはただ400で殴るだけになります。まあこれで800ダメージ。簡単にね、800ダメージが出せる GGG は結構強いですね、やっぱり。で、バイスが出てくると、でこのデッキの強いところっていうのはリーダーの攻撃力がすごい勢いで上がっていくので、まあサイサイみたいな、あの GGG が基本苦手とするような長者の攻撃を食らわないキャラクターがゴールドブラッドの効果を食らわない限り、リーダーはずっと単車のままなので、リーダー一人で自分の周りの雑魚を勝手に処理できちゃうっていうのが一番の強みとなってます。うー、マルチアイやめてほしいね。100ダメ、 OK、 100しか上がらない。でまあ、バイスが、まあ、味方陣地、あの、まあ、こっちで言う敵の奥に配置されたんだったら非常に厄介だったんですけれども、マジで奥来ちゃったよまあ厄介だったんですけれども、こうなった場合、リーダーがね、あの攻撃して倒してくれちゃうので、どうしようかな。いや無理だよね、だって、いや、あのマルチは無視で、あの相手のリーダーがねコルクスクリューなんで、メンバー、あ、選択か、でも選択だったら話は別だ。これでね、選択じゃないタイプの攻撃力300アップだったら、マルチアイにワンチャン飛ぶみたいな、そういう使い方もできたんですけど、で、まあ、せっかくくれたチャンスなので、攻撃力上げていきたいんだけど、3100か、今思えば。3100だったらワンチャン、テレサスコープ出てくるな。HP を今のうちに回復しとくのも全然ありであろう。そうしましょう。だったらミキシャカにしとけばよかったな。失敗したな。まあ、いいでしょう。ちょっとテレサスコープを完全に忘れてた。これで一回とりあえず様子見ましょう。 HP をね300回復しても十分でかいから。さあどう来る。ランドリーがもう一回、
イーサルは入ってないけれども、もう十分な感じはするね、これ。いてぃ。で、まあ、顔面埋められなきゃいいんだけど、顔面っていうか、縦ライン。縦ラインを埋められると、このデッキ結構やりづらいです。まあ、やりづらいっていうか、攻めが遅くなるよね、非常に。光のひとときか。いや、大丈夫でしょう。ボルトもおるし。ボルトがどれだけ手札に回るかですっごい変わるんですよね、このデッキ、本当に。で、ミキシャカ出して、はい。で、まあ、普段はね、こういう味方陣地のラビヒーリング、ちょっとめんどくせえ、あれ処理できねえぞ、みたいなケースが起きるかもしんないんですけど、じいちゃんを多めに出しておけば、大丈夫と。攻撃力、うん、そうね。まだ1800もあるので、次のターンまで回しましょう。パワージャスト。いいね。ナイスクリティカル。そんなにクセンス高くないはずなんだけど、2だし。いいね、いいね。次、はいはいはい。攻撃力上げられると厄介なやつだけど、もう相手はぶっちゃけリーサル圏内ですね。これはもう。おっと、怖い。怖いよ。なんでそこでクリティカル出せるの？なんでまあ、バイスじゃない以上ね。そんな、それるに足らん。乾杯の音頭。あ、そんな感じなんだ、こいつの FD ね。まあ、これ、コルクスキルだもんね。コルク開けるやつだもんね。はい、で、バイスが出てきた。あれ、これ、バイスもし逆だったら負けて出せざる。クリティカルワンチャン1000勝ったとしても、あ、でも大丈夫だね。うん。そいつ、とパワー。はい、で、相手の HP は1600なので、おーっと、私が FB 使うまでもなかった。対戦相手の方、ありがとうございました。次やっていこう。パワーアジャスト！はい、というわけで、デッキ解説したいと思います。今回使ったのはですね、新しく出てきた、スパナーとボルトとゴールドブラッドを主軸にした、ミドルレンジ型 GGG の新しいタイプのデッキになってます。まあ、ミドルレンジの意味は、まあ、リーダーを長射にして、リーダーの長射ダメージで、ダイレクトアタックしつつ、ダメージを稼ぐタイプのデッキのことを、まあ、ファイトリーグ界でなぜかミドルレンジって言うんですけれども、こちらの方のデッキ使ってみました。で、デッキ紹介っていうか、最初の戦いの際にですね、僕個人の趣味で作ったデッキの方をお見せしたんですけれども、あのデッキ、まあ、弱いわけじゃないんですけど、後半やっていくにつれてちょっと限界が見えてきて、その理由として一番挙げられるのが、スパナのデッキって組もうとすると3300をどうしても超えないんですよ。で、ただでさえリーダーの攻撃力を上げるためにボルトを何回も回さないといけないのに、 HP がまあ普通に強いキャラだけで組もうとしたら3100で、ちょっと HP 寄りに重視したら3300で、それでもちょっとボルトの回数増やしたいなってことで、HP もっと上げたい上げたいっていう欲を積み重ねてったら、ちょっと積み重ねてったら、HP3300 じゃ足りねえと思って3500のデッキってのを考えてトッシーに相談した時に、トッシーがまあ野良で遭遇したリンク型の GGG のデッキがすごく強かったよっていう一言をもらったので作って実際使ってみました。で、こちらが今僕が主軸で使ってるタイプのスパナデッキになります。何よりも特徴が HP が3500マックスにいってるということで、この3500に行く方法というのはあまりまあリーグで見かけないランタン、ティースポリッシュ、シーバー、フレアバーナードという、当初ピリオド 1,2 ら辺の主軸キャラだったリンク分の効果を与えるタイプの GG のキャラクターが入ってるっていうのが特徴になります。で、ちょっとこちらの方で機械説していきましょう。まず、ゴールドブラッド、登場、手番が終わるまで全ての味方のスパナのアーツを長射にアップ、アーツを8つに増やす。ということで、まあ、こちらですね、リーダーの攻撃範囲を広げる仕事のキャラクターになってます。で、リーダーの攻撃がただ届くだけじゃ意味がないので、その前に、まずボルトで登場、全ての味方のスパナの攻撃力200アップ。で、スパナの攻撃力を200上げて攻めるっていう感じになってますね。で、スパナの FB が自分の前後縦一列にいる全ての敵に攻撃力分ダメージということで、つまり場面で考えると5番と8番に自分の攻撃力分のダメージを与える。まあそのままで発動するとね、200ダメージっていうちょっと弱い効果になるんですけども、ボルトの効果を生かすと、まあ1回発動するだけで400ダメージ、2回発動すればなんと600ダメージも与えれるという非常に強い効果になっております。
はい、では他のキャラ紹介していきましょう。リンクデッキですね、主軸のキャラクターたちが。で、まあ、先にリンクのシステムっていうのをちょっと再度紹介したいと思うんですけど、まあ、そのうちバトルでも出てくるんですけども、あの右側の方でね。で、効果っていうのが矢印の方向をつながってファイトリーグってチェインしていくゲームなんですけども、で、チェインしてるキャラクターの数分リンク数っていうのが、加算されます。リンクキャラが登場した時は。で、例えばこのドライヤーだった場合、自分の場にじゃあすでにシーバが5番に置いていて、その後に、まあ、ドライヤーを4番かどっかに置いてシーバと繋げた時、その際にリンクがドライヤーの繋がってる先がシーバで、シーバの繋がってる先にリーダーがいるということで、2リンク発生してドライヤーの効果である、リンクの数分攻撃力100アップというのが発生して、まあ、シーバの攻撃力が2リンク、繋がってるので200アップするっていう感じになります。まあこういう効果を持っているのがまずドライヤー、まあ、リンクしている味方メンバー一体にリンクの数分攻撃力100ダメージ100アップっていうのと、フレアバーナード登場、敵リーダーにリンクの数分100ダメージ、まあ、これがさっきの効果だと、そのまんま敵リーダーに200ダメージ飛ぶって感じで、次、ランタン、味方リーダーの HP をリンクの数分100回復、まあ、回復薬ですねっていう感じになってます。で、ただリンクのキャラだけじゃちょっと火力が元ないので、リンクのサポートキャラクターとして、指揮官トランシーバー、リンクを持つ味方メンバーからリンクをされると全ての敵に300ダメージという効果になってます。で、この効果がどういう意味かっていうと、例えばさっきのケースでドライヤーが、リンクされた時、ドライヤーからリンクされた時に、リンクの数値の高さに関わらずリンクが発生した段階で全ての敵に300ダメージ、メンバー、リーダー全員含むに300ダメージ与えるっていう感じになります。で、もう一点のサポートキャラ、リンクを持つ味方メンバーからリンクされるとリンク数を3つ増やす、まあ、さっきのケースで言うとティースポリッシュがいる状態でドライヤーからリンクをされてリーダーに つながってた場合、普通は2リンクなんですけども、そこで3つ増やされるため5リンクになって、まあティースポリッシュの攻撃力が500アップするっていう脅威のバフチが入って、強化されるっていう感じになります。はい。で、普通に強い枠として、ピッキーとリクライニングが入ってます。まあ、ピッキーとリクライニングが入っててまだ HP が3500キープしてるっていうのが非常に強い点で、まあこのデッキの弱点というと2つ、目立つ弱点があります。まず最初、ぶっちゃけボルトがいっぱい来てくんないと回んねえ。この手札っていうかデッキがボルトが、まあ、ピックシステムから外れた段階でわりかし結構厳しいっていうのが一つの弱点になります。で、もう一つ、ティースポリッシュと、まあ、GGG のリンク型にちょっと寄せてしまったので、これ全てのリンクデッキに共通する弱点なんですけど、トランシーバとティースポリッシュが先手に来ないと効果が発動しない。この2人がすでに場にいる状態で誰かからリンクを受けないと、この子たちただの効果なしのキャラクターになっちゃうので、しかもシーバに至っては効果なしになるとアーツが本当にまっすぐで不便なので非常に扱いづらいです。トッシー、うちのグループにトッシーというのがいるんですけど、彼はこれのあまりにも扱いづらいアーツを嫌だなと思って、こう抜いて彼の場合、リーグでぶち当たったら、こういうデッキになってます。3400なんですけど、まあ、これはこれで強力、テレサスコープで相手の周りにね、もしキャラクターがいた場合殴ってくれるっていう感じになってます。はい。で、こんな感じのデッキになってます。じゃあ次、各ブランドでの、対処策いっていきましょう。力の差を見せてやろう。はい、じゃあ、ブランド対策話していきましょう。まず18番街と戦う時の注意点なんですけれども、最近の18番街の特徴として、結構敵のリーダー寄りにキャラクターを配置することが多いです。で、テックスメックスデッキの弱点だと、まあ、真正面、リーダー真正面には強いんですけど、1番、3番、4番、6番に、特に1番と3番に弱くて、その理由としては、まあ、攻撃力高い子がいなくて攻撃が届かないからっていうのが1番の理由なんですけれども、その理由のせいで、少し手間取っ、そこの処理に手間取ったりすることが多いのが弱点になります。はい。それを処理するために、まあトッシーの場合だとかは、テレサスコープを入れて封印してるんですけれども、まあ、僕の場合ちょっとそこの処理が非常に難問の一つになってて、僕の場合そこが一つ難問になってて、1番と3番にもし、まあ、昨夜デッキだったりとかしたら、まあ、落ちようとか昨夜とか置かれたら処理が難しいなっていうのがたまに起きますね。まあ、ただ、それを入れてでも結局相手は守ることを重視とするので、こっちが、ボルトいっぱい出してゴールドブラッドでダイレクトアタックをかませば、
相手にとっては非常に辛い場面が、結構続くので、相対的に言えば18番街との相性はいいはずです。ただ詰まれすぎるとちょっと後半よいよいと余裕がなくなっていくかもしれません。で、次 GGG、 まあ GGG はね、敵タイプがいろんなタイプがあるので、まあ DDD とかには強い部類だと言えますね。DDD が基本的にリーダー殴る配置に来るので、まあリーダー殴りでこっちに来た場合、あ、こっちは攻撃力、リーダーの攻撃力がアップしてるんで、多分まず最初の一手で、DDD 殺すことが可能です。でそれでキャラクターを取られた場合でも、それをあえて自陣 の、 真正面配置にして FB で奪われたキャラクターを処理するみたいなこともできるので、 DDD デッキには比較的強めに出れます。で他の GGG も、まあ、ポイズン GGG とかだと本当にボルトがこっちにどれだけの頻度で来てくれるかっていうのがキーになったりですかね。わりかし、まあただ相手にあまり意識されずに自分の動きをした方がいいと思います、 GGG の場合は。で対処法1個としては、これ別に GGG に限った話じゃないんですけど、自分の顔面8番が非常に大事な場所になってます。自分にとって、このデッキにとっては8番に、まあボルトだとボルトとかゴールドブラッドとかを配置していけば結構守れますよ、いろんな意味守れます。で自分の動きたいように動かせるっていうのも、まあ8番配置って基本的に先手処理ってプロップ以外不可能なんですよ。まあプロップそもそも GGG にいないしね、以外不可能なので、そこを守り通せば次のターン自分もリーダーつなげて、まあ、ゴールドブラッドだったらなおさらリーダーにつなげながら自分でも殴りたい動きをしたいので、非常に、大事なポジションになってます。はい。で次アスクリ、さっき言った通りプロップだとワンチャン引き殺しかね、引き殺されかねないので、アスクリ相手にはそもそも非常に弱いです。攻撃力を上げてからこっちの本領が発揮するのに、相手はもう高い攻撃力でバシ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 殴ってくるので、プロップには非常に弱いですね。あとまあ、スラップショットとかにも弱いし、でそのアスクリ対策のために、まあ、スラップショットだった場合、最近てかペンギンとかは普通に敵リーダー付近に配置されることも多いので、テレサスコープで逆にそのペンギン奪って殴り倒したりとか、そういうテクニックを使って、なんとか解除を倒していくしかないですね。アスクリには結構厳しい戦い強いられると思うんですけれども、ボルトがね早めの段階で来てくれたら、600を早々に敵顔面に立ちぶち込んで倒せたりします。で次 JP は一番の弱点コスティハニーですね。まず間違いなくコスティハニーでリーダーの顔面に、効果を入れられてクリーンされたら、せっかく上げた攻撃力が落とされてこっちのスピードがちょっと落ちます。ただ結局 JP は守り寄りの動きをするので、コスティハニーの周りが相手が良くなかった場合、てかコスティハニーそもそも入れてないデッキも多いので、そういうことが特になかった場合はこっちは結構有利に動けると思います。さっき1回負けたけどね、さっきの試合で。ただあれはまあアカデミーだとかレイバーウルフとかが急に攻撃力高いのが殴ってくるのがおかしいのであって、普通の JP はこんなスピードで殴っては来ないので、まああとこの2体を警戒する配置、まああえてキャラ1体こっちのリーダーに攻撃届かないんだったら残したり、アカデミーのに殴られない配置、まあ、8番と9番を埋めるような配置にしておけば意外と JP は対策できると思います。でクレアローで顔面吹き飛ばされる、じゃあもう諦めましょう。はい。で TOD は、まあ、さっき、アスクリ攻撃力が高くてちょっと弱めですって言った通り、まあ、そうなると、アスクリじゃなくて TOD にも弱くなるんですけれども、TOD の場合、特にコンピリは HP 補正度も高いので、特に難しい相手ですね。うん。TOD、そうだな。とりあえず JB 型ヘリコプターとかを意識した配置。で、あとは US が早めの段階で分かったら、US を牽制する動き。UFO クイーンだったら、敵の顔面横一列にキャラを出すとか、美少年だったら顔面を埋めていく、顔面縦ラインをなんとか制していくみたいな感じの動きが非常にキーになってくるんじゃないでしょうか。はい。というわけでこんな感じになります。相対的に言えば18番街と JP には相性が良さげで、アスクリ TOD には相性が悪いです。で、まあ、GGG は相手のデッキが何かによります。はい。
そんな感じになります、この動画参考になりましたらぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。次の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。